みなさんこんにちは。สวัสดีค่ะ。ひらがなネットのエトです。今回は猿が有名な六里県のお祭りを紹介したいと思います。では行きましょう。六里県はタイの中部にあります。バンコクから車で約2時間です。アユタヤ時代27番目の王ナライ王がロプリを第二の首都にしました。その理由でロプリの人はナライ王を尊敬しています。ロプリの名物、ロプリといえば猿です。町の中心部に猿がたくさんいます。猿は可愛いですが、たくさん言い過ぎて地元の人が困っています。引っ越しすることもあります。ではお祭りに行きます。ナライ大祭りです。毎年2月にあります。ナライ大祭りの特徴は、多くの参加者がタイの民族衣装を着て祭りを楽しんでいます。祭りの周りにレンタル屋さんが並んでいます。1回100から400バスくらいです。こちらは昔の食べ物、手作りのものの作り方を紹介するコーナーです。買うことができるものもあります。祭りを見に来たい方は夕方5時くらいからがおすすめです。暑くないし夕日も綺麗です。こちらは軍隊の警備さんです。絶対に動きません。奥の方に舞台があります。始まる前に俳優たちが記念写真を撮っています。皆さんアマチュアです。地元の方々のタイダンスショーもあります。食べ物もたくさん売っています。こちらはモンソクのコーナーです。食べながらサルのショーを見ることもできます。奥の門に入るとイルミネーションと飾り物がとっても綺麗です。こちらは学生のステージです。日替わりに地元の学校のショーがあります。8時になると舞台が始まります。内容はナライ王とロプリとの関係です。ステージにはタイダンスなどがあります。とても楽しいです。
でしたか？私はอยุธยา出身で、อยุธยาにもお祭りがありますが、ロブリの方がとっても良かったです。来年も行きたいと思っています。皆さんも機会があれば遊びに来てくださいね。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。